なです。ゆうかです。オリビアです。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も、はい、前回に引き続き、マリオブラザーズ35をやっていきたいと思います。はい。前回は、はい、私がやって3位になりました。はい、すごい。これはこれで頑張ったと思うんだけど、このプレッシャーに耐えながら。これプレッシャーない。いやー、まだちゃうで、一人で、もこもことするのと。確かに。今日は、ゆうかがやります、うん。はい。どっちが上位になるでしょうかっていうゲームです。イエーイ。イエーイ。はい。というわけで、ゆうか、やっていけ！おう！かわいい。はーい。はい。ベビータン。よくわからん。え、フワちゃんの作ろう。これは、あ、頑張れ。マル。で。こんな振動きょったっけ？きょるよ。そう、これ飛んだりね、なんか、踏んだりね、したら、振動くる。怖い、怖いよ。だって。踏め、あ。踏め。はい。はい。ああ。ジャニーズぐらい早く着替える。ジャニーズぐらい早く。どう、嵐がこう。やめて。今言わないで、そんな。ずるいぞ。まあね、私嵐になる前からさ、ニノの子、ニノと松潤の好きだったので、確かに松潤ジュニアの時から紫のさ、うん、数珠、うん、グッズで持っとったの私。そうなん。ああ、ちょっとやめて、ちょっと嵐の話するわ。ああ。やばい。どうしよう、どうしようかな、どうしようかな。困ったよ。小さいおじさんってずっと行くのかい。困ったよ。どうしよう。怖いよ。怖いよ。やっぱ見られると思ったプレッシャーやろ。そうやね。怖いよ、一個一個。絶対やだ、負けたくない。それでね、その紫、ちょっとやめて。そんなのよ。どうしよう、黙っとこう。使うわ。いいよ、紫の話して。あ、マツジュンって紫色なんですよ、担当カラーっていう。メンバーカラー、メンバーカラーね。なんか、なんかしなくて、ジュニアの時から紫だったの。そうなんや。ジュースが、私ジュースって、ジュースっていうか、このアクセサリーグッズの、うん、私ジャニーズショップとかよく行ってたけどさ、あの時代のジュニアすごいよね、やっぱり、うん、まあ、またタッキーがそうしようとしたら、ちゃんとマリオしながらジャニーズについて語るよ。それでその松潤真ん中のとこを覗いたら松潤って、あー、あったね、あったやろ、持っとったね。そうやん。私はその時なんか相葉ちゃんの切り抜き持っとった気がする。そうだね、雑誌、明星とかさ、ポポロとかの、ね、その切り抜きをね、しょったよね。13位ですか。お、てかそもそも32人しかおらんやん。え、ほんまや、なにそれ、人集まらんかった。集まらんかった。暇やとか言うけんじゃん。怖い。やっちゃった。何それ。おー、ラッキー、普通打てるぜ。なんかさ、35人と32人でなんか不公平だね。ま、いいけど、まあね、ハンデやな。あんた毎日ションやし、そればっかり。おい、ほらほら、いけいけい、ブルーイン、おいっと、時間なくね。
ちゃいそう。上行かなくね。そこ上行きたくなるから。え？それ上行きたくなるから。どういうこと？今のとこ。え、分からん。なんか言って。お、十、お、得点。あ、ご飯だ。すみません、すみません。夕飯時なんです。うう、いいよ。おい、なんで私ばっかり変なとこばっかな。私4の2とかばっかりとかだったんやけど。なんだな。お、なんだ。それ、すごい。飛んでしまうね。あ、5人やもん。え、早くね。早い。あ、あ、何したんやろ。焦ってます。音楽に乗せて焦ってます。すごいよね、人間って不思議。え、大丈夫、ちょっと。そんなに狙ってる。ああ。なんか奢ってもらいます。その動画撮ろう。それでは、ありがとうございました。ゆうかちゃんが奢ってくれました。スペシャルぶっかけのひやとおにぎりです。いただきます。ありがとう。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。